ジュアルボンバーです。今が最高のディナーをねいただこうと思っております。米は宮城県産特別栽培米一目惚れですね。で、セブンイレブンの本みりんと塩麹のまみ、国産イワシ、かば焼き。うん。イワシのうまいつはうまい。うん。で、うわー、飛び散ったな。それと、納豆。うん。これ、どんどんなんだね。こんなやつを、やっていったら、美味しい晩ご飯になるのかなと。うん。箸。まずこう、納豆かな？納豆こう、適当にこう、あれして。で、まあ、かけていこうかなと。うん。何がテーマかわかんない、今日は。うん。とにかくうまいもの食べたい。で、卵醤油ダレかけていきます。これだけもう十分うまいんだ。で、とりあえず、ご飯にはかかった。これをちょっと、この缶詰がこれはまた、うまい。うわー、やばい。えらいことがかかってしまった。うん。えらいことだな。イワシの缶詰。どこだかな。ああ、大した問題でもないか。なんか、あっていう感じなのかな。うわぁ、これうまいな。イワシの缶詰を食べます。缶詰ですけど、サンマ高い。イワシってね、なんだろうな、イワシのうまいやつはうまいからね、全然いい。これイワシの缶詰はすごいおすすめですよ。イワシはうまいな。
うん。イワシがうまい。なんでうまいのか言ったら、イワシがうまいからね。イワシはうまい。これはうまい。うまいな、これ。缶詰の汁がうまいからな。これ結構あれやな。おっきい、あれにしてやったほうがいいのかな。これ汁があるから、これかけたほうがいいよ。もうこうなったら完璧やね。こうなったら完璧。うん。最高じゃん。これ以上のものがあるのかなって。めっちゃ甘いな。そうか。納豆ちょっと最後に残しとくって思ってやな。ごちそうさま、最高のディナーでした。